大丈夫？うん、大丈夫。それよりお兄ちゃん、暗黒竜への対抗手段あったよ。チキ、その手段って？光の神竜だよ。光の神竜？そうだよ、守りちゃん。暗黒の力に立ち向かえるただ一つの力、それが神竜の持つ光の力。私たちは神竜を呼び出すために光の戯曲ファイヤーエンブレムをやらないといけないの。光の戯曲ファイヤーエンブレム？世界を救う者にしか演じられない物語。昔私たちの世界で暗黒竜が呼び出された時に立ち向かった英雄たち、その人たちの戦いをなぞった物語を演じるの。なるほど。その演劇、戯曲そのものが神竜を呼び出す儀式になるというわけだ。演劇は元をたどれば一種の宗教的儀式、魔術儀式としても機能する。よくわからないけど、そういうことだと思う。そのためにやらないといけないことがあるよ。チキちゃん、この扉は？この奥は私たちが暮らしてた世界にそっくりな場所になってる。そこに昔暗黒竜と戦った英雄たちの力が残されてるの。英雄たちの力？うん、それを受け継ぐことができれば光の戯曲は成功するはずだよ。でもその力を受ける器としてお兄ちゃんたちがふさわしいかどうか見極めるための3つの試練がある。ガーネフの野望は絶対に砕く。試練があるなら挑むだけだ。ああ、どんな試練だとしても俺たちは乗り越えないといけない。きっとお兄ちゃんたちなら大丈夫。頑張って。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。次は何をする？バイバイ。ここに英雄たちの力が。ふーん、凝っているわね。凝ってる？ここチキの記憶をもとに幻想世界を作り出しているわ。そっくりってそういう意味だったのね。皮肉なものだな。これが故郷だと言われても記憶のない俺たちには分からない。
みんなきっといろいろ考えちゃうんだろうね。急ごう。うん、ガーネフを止めて世界を守るために。俺を構えろ、イツキ。やまずいな。数揃えても私は倒せないわよ。こっちだ。リオール、外すんじゃないわ。当然でしょ。俺から行く。この日を逃すな。任せておけ。アタミトーマ。おりゃ、次頼むぜ。任せて。お願い。覚悟はできてる。ぶちかましてきなさい。遅れずに。姫ちゃん、やってみるね。キリアお姉ちゃん、援護、行くわ。やったわ。数が多い。でも一流の先にある超一流、見ておくことだ。切り刻んでやる。敵が現れたぞ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。その技で決めろ。イカズチよ。やった。まずは私から。君は作ったわ。手伝って。あげ。もう一つおまけ。お願い。来た来た来た。頼みます。私だって今です。やるわよ。いけるわね。まだまだ。いけるか。お任せだよ。やったー。やれやれ。俺を構えろ、イツキ。せい。敵の気配は消えたよ。敵だ。一気に決めろ。やっ、はっ、やっ。じゃっ、やっ。まずいな。はっ。私の輩は逃げられない。いいだ。はあ、当然でしょ。ついてきて。安野、仕方ない。一気に。お前だ。もう一つおまけ。バリンさん、地獄のヘルト。つないであげる。次。まだまだですよ。
いいわね。気合い入れなさい。次、いただき。信じてるぜ。行くよ。やったあれ、もう終わり。ミラージュの気配。ひとまずは安全か。イツキ、近いぞ。記憶、私たちの世界の歴史というわけ。厳しい訓練をして、でも報われなくて。よくある話さ。くだらねえ。自分が報われねえ人生を送ってるからって。めずく意見があったわね。こいつがやってることはただの八つ当たりよ。この世に絶望した大魔導士とイカれたエンターテイナーが意気投合。どんな過去や事情があろうと、奴らは悪よ。ハリウッド的に成敗してあげるわ。戯曲を演じるのにふさわしいか試してほしい。なんだこの声。わからないけど、あなたたちを試すのは古の英雄である私たち。試練を乗り越えて私たちに英雄の器たる資格を。敵の気配は消えたようだ。試練の内容は簡単よ。私たちにあなたたちの力を見せること。器にふさわしいと認められたいなら全力で挑んできなさい。よし、みんな俺たちの力を見せてやろう。行くぞ。カルネジフォーム。運命を切り開く。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。承知。グラム、解き放つ。うおついてきなさい。よろしく。あ、やれ。まだまだ。任せて。今だよ。大食いで勝負しよう。頼みます。遅れずに。マンコさん。
やるわよ。頼んだわよ。おりゃー、いけるか。行くよ。頑張って。つないであげる。やったわ。親玉登場ね。やるだけ当たれ。ずっと命中。覚悟はいいな。かけてみるか。聞くかどうかはこれで。威厳を持って言われたかな。貴様らの味を。この技遅すぎる。誰が受ける。お前の判断を信じるぞ。やってみる。一か八かでファイトだ。とどろけ。まずはあたしからいいのよ。手伝って。次だ。絶対決めるね。やるわよ。あとはよろしくね。次、いただき。いけるか。オーケー。遅れずに。頼みます。お任せだよ。よろしくね。つないであげる。チェギッシュ。みんなのおかげだ。あなたたちの力隠し、見せ、私たちの力を隠すわ。魂が入ってくる。な、やりました。これで。ええ、英雄たちの力を受け。それじゃ次のオーディションもみんなで突破する。ああ、英雄たちに認めてもらえるように全力を。ミラージュの気配。てらっ。ひとまずは安全。俺が力になる。行くぞ。準備はいいかな。当然でしょ。カルネージフォーム。ハリウッド的に決めるわよ。今の俺はミラージュマスターなんだ。特訓の成果を信じて。まずは私から行って。手伝って。あとは任せた。もう一つおまけ。バリンさん。バリンクッドマン。私だって。お待たせしました。任せて。気合い入れなさい。任せろ。やってみるね。よろしくね。はぁ。お疲れ、みんな。いつき、近いぞ。
それって知己の記憶、歴史を描いたレリーフね。暗黒竜メディウス、ガーネフが呼び出そうとしているのはこいつか。この牢骨の力を必要とする者が現れた。わしの力が欲しいなら、見事それが。次の試練が間近な。行くぞガーネフ。ああもちろんさ。戦いは回避できたか。敵だ、一気に決めろ。来たか、異界のワボードたちよ。では器足りうるか試させてもらおう。行こう、みんな。絶対に負けられない。承知したよ。クラブ解き放つ。うおついてきなさい。隙は作ったわ。手伝ってやれ。任せて。この隙に行くわよ。頼んだわよ。次いただき。やるやらん。バリクッドマン頼みます。遅れずにお願いします。お任せだよ。キリアお姉ちゃん、援護行くわ。やったわ。親玉登場ね。あとよろしくね。私の出番だね。この戦い絶対負けられないよ。あとはお願い。盛り上げてあげるわ。勝つわよ。一か八かで。ライブの時間よ。手伝って。ミスエレオノーラ。もう一撃。隙は作ったわ。任せて。今だよ。任せて。いけるわね。任せろ。オーケー。頼みます。私だって。見ました、勝ちました。これで一区切りね。試練に耐えた。わしの力、お前。ああ、きっとそうだ。バッチリや。俺が剣士役ということか。悪い。あとは樹くんだね。ああ、次の試練も。Thank you.
これはミラージュの気配。敵の気配は俺を構えろ、イツキ。やっ、畳みかけよう。行くわよ、サイド。カルネージフォーム、どんどん盛り上がっていくわよ。いつでも行けるぞ、判断は任せる。その力存分に使わせてもらうぞ。無茶ぶりです。ここは俺の間合いだ。そこだ、ついてきなさい。次、ナイスコンビネーション。信じてるぜ。やってみるね。頑張って。私だって一気に行きましょう。覚悟はできてる、マモリちゃん。私だってこれで決まる。もう終わったか。俺を構えろ、イツキ。俺だって成長してるはず。よく頑張ったな、イツキ。その技で決めろ。見切った、これだな。俺の後に続け、隙だらけだ。絶対決めるね、マイコさん。任せて、いけるわよ。次、いただき、いけるか。もう一撃、今よ。遅れずに。俺たちは負けない。まずいな。ひとまずは安全か。またレリーフがある。
マルス。そのマルスって人がチキちゃんの言ってた英雄かな。神竜の加護を得て暗黒竜を倒した人。俺たちはこれからマルスと同じことをやらないといけない。あの、そのマルスさんたちがガーネフを封印したの大昔ですよね。今のガーネフって昔のガーネフと同じ人なんでしょうか。言われてみれば同一人物でしょうね。ガーネフは魔導の使い手、封印の中で生きながらえていてもおかしくない。そして長い年月を経て彼を封じていた封印が少しでもほころべばいくらでも復活できるわ。凄まじい敵だ。ここまで君たちが目にしてきた歴史、それらは神竜へ通じる光の戯曲そのもの。僕らの意志を継ぐ若き勇者たちよ、この先は最後の試練だ。そこで青き英雄王は待っている。ここまで目にしてきた歴史が光の戯曲、チキは英雄たちの戦いをなぞった物語を演じると言っていたっけ。して、ふふふ、それ演じることによって光の戯曲は変わる。畑中さん、なぜここに。君たちと同じ目的さ。言っただろ、こっちも戯曲を完成させなきゃならないんだ。光の戯曲にも興味があったんだけどね。暗黒竜の登場は今回の企画の肝だから。悪いけど邪魔をさせてもらうよ。貴様、どうしてそうまでして暗黒竜の復活にこだわる。どうしてでは逆に問う。貴様はどうして記憶を失ってもなお人々を世界を守ろうとする。決まっている。弱き者の盾となり剣となり、記憶などは関係ない。それがロードの俺の使命だからだ。使命か。わしの行いにあえて理由を求めるのなら、それに近いものがあるかもしれんが、かつては嫉妬に狂いもない、人の世を憎悪したこともあったが、戦争の時を経た今となっては些細なことよ。そもそもこちらで暗黒戯曲を執り行わざるを得なくなった理由は神竜にある。恨むなら神竜ナーガを恨む。神竜が原因。イニシエの時代、マルスらが暗黒竜を封じた後、ナーガがかの地からパフォーマーを、芸能を消し去っていたんだよ。暗黒竜メリウスが復活せぬようにな。おかげで暗黒戯曲は成功に至らなかった。
余計なことをしてくれたもので、万全を期すために地球をあの世界から追放したというのにな。だから俺たちの世界でということか。いかにもこの世界にはパフォーマーが満ち満ちている。本来ならば記憶を奪ったクロムたちをも我が先兵とし、パフォーマーを集めさせるつもりだったのだがな。貴様か。ならばその奪った俺たちの記憶返してもらうぞ。今さらそんなものを欲してどうする。じきに暗黒竜が復活するのだぞ。もちろん阻止する。いつきたちとな。そうか、やはりお前たちはそうだ。これは青き英雄マルスの魂。貴様らにマルスの魂は渡さん。貴様、どこまでも俺たちの前に立ちふさがるか。おお、小僧、わしには見える。その憤怒が絶望に変わるところさぞかし面白かろうな。安い挑発だな。もう俺はそのような言葉に惑わされたりはしない。貴様らの野望はこっいいね、剣くん。それじゃガーネフ、そろそろ始めようか。本当にいいのだな。もちろんさ。言っておくが彼らは強い。万が一英雄王の魂を奪われでもしたら。だからガーネフ、約束通り僕のパフォーマーお前に全部くれてやる。心得た。ラージャ、離れていく。やってみるね。貴様らの時このわしを止められるはずがなかろう。止めてみせる。行こう、クロム。ああ、必ず阻止するぞ。難しいかも。イカズチよ。潰すわよ、キリア。キリアの重さ、思い知りなさい。セッションで攻めるぞ。私だって
マモリちゃん、遅れずに。アイコさん、行くわよ。ダメだわよ。ナイスコンビネーション、次に頼むぜ。来た来た来た。やってみるね。よかった。それ、取ってこい。ワン。繋いであげる。ヤシロ、アソは頼んだわよ。よかった。ヤミ、翼、任せて。続いてください。やるわよ。頼んだわよ。おりゃ、次に頼むぜ。せーの。よかった。俺の前に立ちふさがる。ナバ、承知した。ファンタスティック。ルカッタ。ついてきなさい。ルカッタ。足立って。一緒に行きましょう。行きます。覚悟はできてる？登録。任せろ。信じてるぜ。トラスト。信じてる。お任せだよ。やった。いや。これで俺の目的に一歩近づく。カット。よくぞわしを倒した。これでついに暗黒戯曲が完成する。何？わしの魂とマルスの魂を捧げることで暗黒竜が復活するのだ。なんだ？イドラスフィア全体が揺れて。ガーネルのやつ、本当に自らの魂を導きて。これまずい状況じゃない？どっちかっつうともう湖近くでキャンプしてたのに。英雄王の魂は奪われ、光の戯曲はできない。そして暗黒竜復活はマジか。どうしよう、樹くん。このままじゃ。
ブルームパレスに戻ろう。でも悔しいけど、ここに残っていてもできる。うん。何が起こったの、お兄ちゃん。暗黒竜の力。すまないチキ、光の戯曲に必要な英雄の魂。え？経緯を話すから。そっか、暗黒竜の命が動き出したのもそのせいなんだね。どうすりゃいいんだよ。俺たちはもう暗黒竜が復活するのを黙って見てるしか。光の戯曲には英雄王の魂が絶対に必要。チキ、な、一つだけ。え？英雄王の魂は今暗黒だったら、暗黒竜のすぐそばでなら光の戯曲はできる。そうか。でも危ないよ、そんな方法。やっぱりさっき私が言ったことなかったことにして。ありがとうチキ。でも少しでも可能性が、みんなはどうかな。俺も青い月に賛成だ。それで暗黒竜を。ああそうだな、まだ打つ手があるのに世界が滅びるのを。私も。あ、私だってやってやるわよ。ここ私も頑張ります。世界を滅ぼすほどの竜、とっても怖いけど、でもみんなと、私は今までみんなと一緒に。じゃあきみんな、暗黒竜を止められるのは俺たちしかいない。あ、お兄ちゃん。パフォーマが新しいカルネージ。新しいパフォーマが揃う。これでいいかな。それじゃあユニ。やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。これでいいか。それじゃあ。やった。どうも。これでいいかな。それじゃあ。アメイジング。なるほどな。これでいいか。それじゃあ。やったぞ。余裕余裕。次。
にご用。これでいい。それじゃあゆに。やったね。え、パフォーマーが集まった。マイコさん、バリーさん、アヤハさん、イツキ君、どうだったの？とっとと状況を話せ、すっとこどっこい。すっとこどっこい。教えて、私たちにも。結構、まずい状況。そんな。暗黒竜が復活して、光の戯曲もできるかどうかは。まだ終わりじゃありません。イツキ君、まだ俺たちにはできることがあります。最後まで。あ、そうです、私アイドルやる前からできないって決めつけちゃダメで、全力でやれることを全部やって、それで初めて。だから私たちはまだスタートラインにも立っていない。翼ちゃん本当に。そりゃ強くなりますよ。だって悪くて強いミラージュとたくさん。おねえ、イツキ君、みんな、あなたたちが今からやろうとしている光の戯曲暗黒、あなたたちにとってステージや命がけってところでは、暗黒竜との戦いもいつもの仕事も同じだ。翼ちゃん。はい。翼ちゃんは以前よりずっと良くなった。でもあなた。わかりました。トーマ君。はい。ドキドキやりすぎもあるけど、思い切りの良さとアクションのキレ。ええ、気合。キリア。うん。芸能界の人間として、同時にマスターとして、あなたはみんなの。言われるまでもない。エリー。はい。突拍子もない言動がたまに傷だけど、あなたの潜在的な輝きをみんなが知っている。言葉の前半は納得いかないけど、後半は。守りちゃん。はい。誰かのためになりたい、人を笑顔にしたいという思いの強さは。ヤシロ君、この短い間であなたはすごく変わったと思う。承知した。そして。はい。今までいつもみんなの中心。初めは何者でもなかったあなたが、いつの間にかみんなを引きつけてその中心になっていた。あなた自身まだ自分が何者なのか迷っている部分があるかもしれない。でもここまでフォルトナが戦ってこれたのは間違い。最後も頑張って、イツキ君。はい。お前たち、俺も応援してるぜ。ロックで熱い魂のシャウト。イツキ君、翼、みんな、何も。ありがとうございます。行こう、みんな、暗黒竜のいるコズミックエッグへ。うん。